コロナ禍を経てリモート会議システムは急速に普及しました。一方で当初それらのセキュリティに不安を持つ声もありました。 NICT ではこれらのシステムの安全性評価を行い、安心安全な運用の実現に貢献しています。 NICT では兵庫県立大学 NEC と共同で Zoom に導入されているエンドツーエンド暗号化技術や Google Duo、Cisco WebX、ジトシミートなどで導入予定のエンドツーエンド暗号化技術 S フレームに対して安全性評価を実施しました。 Zoom と S フレームの安全性評価ではそれぞれ複数の脆弱性を発見し、これらの脆弱性を利用した攻撃手法とその防御対策について、Zoom と S フレームの設計者に脆弱性報告を実施しました。脆弱性報告を実施した後、Zoom と S フレームの仕様が速やかに修正されていることを確認しました。